五郎さんの情報の補足ですとかあああのイボイノシシ教えてくれてああそうですそうです,そう,ですそういう話はい,いあ <laughs> 今回何な,な,な,なんか今回はですね、はい、えっとじゃあさんフリップをああこれですねはいこれ何はいみんなが知らない紙幣の由来 これ、まあ、キオスソーネの回なんですけども、うんうん、えっと、この回で、えー、五郎さんもこれちょっと何だろうなって言ってた、あの、切手がありまして。あ、あの、イタリアの。はい。あ、これね、はい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 。これでしょあの、はい、ここに書いては、のぶこ、すエザワそうなんです。誰やっていう話でしょ、はい、これは、あの、イタリアで、あの、発行され、あの、使われていた、キオスソーネを、 描いた切手なんですけど、はい、エドワールド・キヨツ・い、はい。はい、そこになぜか信子・スウザワと,と書いて多分この絵を描いたのが信子・スウザワさんなんだろうという予想だったんだけどはいで、はいで。で、五郎さんもこれはちょっと調べらきれなかった信子・スウザワさんご本人かないや、ご本人ではそれなかなかったんですけども えー、杉さんという方、コメントをいただいておりまして、はい、えー、末澤信子さんのことをお伝えしますと。うん、私は切手の収集家ですと。うん、はい。で、1989年の切手雑誌に掲載されています。その要約文をご紹介しますと。はい、もう30年以上前の。だってこれ88年の切手だ。はい。だからまさに、 日本にそれれが伝わって,って、うん、こ,です、ね、これが出た時の話でしそう要、えー、約文「うん、イタリアの切手をデザインした主婦末澤信子さんに感激」というタイトルで「うん、ある朝静岡新聞を開いたところワールドトピックという欄に切手に関する記事が載っていましたと」と、うん「イタリア切手に日本人の静岡市の主婦末澤信子さんのデザインが採用されたとのこと」と。うん で、募集テーマは切手の日だったので、末、うん、澤さんは日本で最初の突破切手の製造指導に当たったイタリア人、エドワールド・キオス・ソーネの着物姿をデザインしました。うん、なぜ着物姿かといえば、生前の写真を見たら武士のような凛々しい顔立ちだったからだそうです。で切手のコレクションは若い頃からで、子育てに一段落した15、6年ほど前から、だから88年からさらに15、6年ほど前から、 油絵を描き始めたとのことですが今回デザインするにあたっては図書館に通って清須少年について調べたり清須少年を眠る東京青山墓地へも足を運んだとか<う>でこちら、えー、スタンプマガジンという、えー、1989年6月号の雑誌から、えー、で一次資料はこれ静岡芝部に載ってたものをあのスタンプマガジンに投稿された方がいるっていうことらしいんですけど、うん、杉山哲太郎さんというです、ね、公益財団法人 日本協会あの郵便の大向き趣味切手ファンのね中国四国中国四国地方本部理事の方からコメントをいただいたとはい、はい、ということでまあ簡単に言うと、はい、イタリアの切手週間でデザインを募集したところに、はい、静岡市の主婦の方が応募したとはいで応募するにあたって別にもともと清ーネがテーマだったわけではなくて 日本の切手の生みの親であるところの清壮根を代々にしたらイタリアだし、はい、いいんじゃなかろうかということで書いたと。みたいです。で、この清澤信子さんは油絵が趣味の、はい、で切手も好きな静岡市の一支部だということでよろしいか。と、はい、いうことでございます。はあ、静岡市の方だったんだ。であのその 気そね、袖のところに「誠」とありますけれども「誠」とこれ新選組かよはい <laughs> だからこれそうそう信子星座なのになんで誠なんだ信子さんの「信」の,の字らしいですそれがああこれが信子さんの、はい、なるほど「誠こと書いて信子さん読む、はい、なるほどそういうことだったんですね、うん、こちらさらにですね他の コナンさんと黒木さん、レッドリーフさん、西脇さんなどからも似たような情報をいただいておりまして、はい、この末澤信子さんはあのバチカン四国の,、うん、あの切手、はい、教会の母っていう切手があるらしいんですけども、はい、そちらも末澤さんがデザインされてるという。うん、ああ、もうその世界では有名な,有名な方みたいな方なんですね。はい、ええー、それはそれは失礼いたしました。 そういうことだったんですね。それからおいくつぐらいの方なのかな。この1988年の時点で15、6年前かな、油ら油揚と。で、うんうん、88年あ、うん？もう。私よりちょっと上ぐらいの方の方。そうですかね。うん、その頃にもう子育てが一段落ということ。<あ>黒,さん,黒さんより上かもしれないです。上上ですね。うん、静岡市の方ですか。それはそれは。うん はあ、改めて、墓参りまでして <laughs> や。やっぱり、創作するときそういうインスピレーションが。インスピレーションを得たんでしょうかね。はいはい、まあ実際、清掃です、これ、枠ぐらい着てたと思うからね。日本でなくなってるわけだからね。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。スッキリしました。